米女子ゴルフの海外メジャー今季最終戦、AIG 全英女子オープンが6日、A 北部ガレーンのミュアフィールド、6680ヤード、パー71で第3日が行われた。7位で出た2019年女王の渋野日向子は6バーディー、1ボギーの66で回り、通算9アンダーで首位と5打差の2位に浮上。単独首位のアシュリー・ブハイ。南アフリカとは3年前も最終日最終組だった。A 記者は渋野が優勝した瞬間の画像付きで、自分が勝利したように喜んだ。素晴らしいスポーツマンシップと解雇している。世界を驚かせた瞬間だった。渋野はイニングパットを決めた直後、パターを持った左手を高々と掲げた。一方、同組のブハイも笑顔で万歳のようなポーズ。思い切り打ったロングパットに周囲も熱狂したシーンだ。当時はブハイの行動が話題になった。画像をツイッターに公開したのは、ASA 放送、スカイスポーツ、のゴルフ記者を務めるリチャード・カウフマン氏。称賛を込めて文面にこう記した。2019年 AIG 全英女子オープンの写真を見てみよう。渋野がイニングパットを決めると、アシュリー・ブハイはまるで自分が勝利したように喜んだ。素晴らしいスポーツマンシップであり、今度は彼女が自分の勝利を喜べる時がやってくるかもしれない。最終日は渋野とブハイのツーサム。今度は誰に勝利の女神が微笑むのか。最終組は日本時間午後11時50分にスタートする。プレーをする選手は最終日最終組の2人のみ。ブハイ選手はピンまで187ヤード。7番ウッドぐらいですかね。彼女にとってもワールドランキングの問題とか賞金とかやっぱり ね、そうですね、大きな意味持ちますからね、うん、いい感じ。尾根を越えてくる。越えてきた。うん、ショット。あそこまでキャリーで届けば、うん、そうですね、越えてきますね、うん、渋野も今のところぐらいまでは打っていきたいと思ってるでしょうけど、しっかり攻めることができるでしょうか。どうだ。いや、いい感じですよ。越えてこい。尾根は越えた。転がってくる。ここで止まった。これもいいですよね。チャンス、いいね、うん、チャンス。夢をつかむか。バーディーチャンスです。あのちょうど打てる、うん、打てる距離だよね、うん、はい、うん、ちょっとダウりましたけど、バックドロップ。ずいぶん白い人がいましたね。初日2日目で世界を驚かせて、大会の3日目で世界が認めて、そしてこの最終日この瞬間、世界がこの渋野日向子を称えます。最高の気分ですよ。大歓声の中に笑顔で入ってきました。まあ、彼女の性格とかキャラクターがやっぱり、うん、はい、この英国の人にも受けますよね。うん、うん、あれだけですね。
ギャラリーがから海外のこちらの人から日本語で頑張ってという声援がありますね、うん、そうでしょうね。さあ渋野が先ですかね。そうですね、渋野選手の方が少し遠いです、うん、プレーオフの準備をサラスはしてますが、42年前に樋口久子さんがメジャータイトルを手にして以降、誰一人として成し遂げることができなかった日本の悲願です、夢です。決めれば優勝という現実になります。それが現実になるわけですね。確かに彼女にとっては一番こういい距離が残ってるかもしれないね、うん、さっきもね入ったじゃないですか、うん、同じような、ちょっとこの方が長いかもしれない。もう来た、入った、歴史的歴史的バーディーフィニッシュ、最高ですね。42年ぶり日本人メジャー制覇、平成10年に生まれたスマイルシンデレラ、渋野日向子がやってのけました。笑顔のフィニッシュ、大偉業達成。もう本人もびっくりでしょうね。ナイスプレーでしたよ、本当に。この2人が最終18番ホールの大観衆にどのような形で迎えられるのか、本当に楽しみです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。